東海大学4年生たちが入学時に交わした約束。高校駅伝のスターたちが集まった黄金世代だ。出雲で衝撃的なデビューを果たすと、激しいメンバー争いの中で着実に力をつけ箱根を制。しかし昨シーズンはこの一貫止まり。今シーズンが約束へのラストチャンス。三大駅伝優勝して箱根駅伝2連覇できれば、まあ、描いていた、まあ、自分になれるのかなと思います。出雲全日本箱根と三つ駅伝勝って、最後4年目駅伝シーズン良い形で締められれば、この学年強かったなっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。黄金世代の集大成、出雲から三冠への挑戦が始まる。